1日目はこちら、よかったら見てね。よし、じゃあ設営も終わってるんで乾杯しましょう。ドイツの場合アルペンザルって知らないの？有名で俺らの中では、うん、平た人だけシチュー食べれる大会。はい、みよこさんどうぞ。ドイツの場合アルペンザルを言うと、ドイツの会員アルペンザルツダメアルペンザルツ、ドイツの会員アルペンザルツ、アルペンザルツ、おい言えたよ、ザンツじゃない、ザルツ、いいや、ザルツ、ドイツの会員アルペンザルツ、おい言えた。じゃあ失敗するたび振ってこう。いいよ、じゃあ次ドイツの会員アルペンザルツねえ、ダメどうだった？どうだった？何かな？行け、ちょっと煮込みます。なんか、いや、これはうん、なんかあの、どうしたっけ、いや、じゃあ落ちてんだよ、ちょいちょい。え、落ちてる、一個は落ちてる、うん、こ落ちてる、はい、皆さん、あ、ほんと落ちてる、うん、言ってんよ、ほんとめんどくさいから。じゃあいただきます。じゃあシチュー食べてみるね。うん、シャバシャバだよね。豆乳持ってくればよかったね、家にいっぱい。あ、じゃあアヒージョ作ります。キッチン、アヒージョキッチン、未来キッチン、未来キッチン、あのゴザキャンプやってたんだけど一回だけ。微妙、味があんましない。早く打ってほしかったよ。私は大したできない。ねえ。
笑ってくれよ、大丈夫だよ。大丈夫ですか？天気悪くてもこれもこれで景色いいですよね。いいですよね。また来ます。ありがとうございました。はい。これいいよね、この雰囲気マジで。